松藤や由美、羽生結弦さんとのツーショット投稿、紅白でも会えるね。嬉しいラジオで共演。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。歌手の松藤やゆ六68が24日までに、自身のインスタグラムを更新。プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんとのツーショット写真を投稿した。 二人で胸の前で手を合わせているポーズや、羽生さんが松東屋を紹介するかのようなポーズなど、三枚の写真とともに、紅白でも会えるね。嬉しいと綴った。羽生くんも紅白に出るんですね。再びの共演、楽しみです。ラジオを聞いて、お二人のトークの内容の濃さに圧倒され、大好きな楽曲にうるうるしてしまいましたなどと、コメントが寄せられた。羽生さんがエキシビションなどで披露するプログラム曲に、 春よ、恋を取り入れている縁などで、23日、日本放送、松藤や由美の、オールナイト日本ゴールドで共演した、コメント。この放送を聞いて、北京五輪と、プロ転校への思いが、かなり変わった。五輪後は、報われなかったという言葉が悲しかったが、エキシビジョンの春よ恋に込めた思いを聞くことができた。プロ転校時の引退しろって言われてるのかという言葉も、衝撃的で、これはかなり辛かった。試合をしてる時の彼が一番好きだったので、 もっっっととできたた。いいう思いが強くなってしまった今回の放送では自分は数字では最高レベルまで到達したので数字には出ないところを見てほしいからプロになったと最初はネガティブな言葉も出てしまうが前向きな言葉に転換してしていける彼が好きだユーミンさんが今一番会いたい人に羽生選手を選んでくださりありがとうございます 北京オリンピックの春よ恋の演技がとても印象に残っていらっしゃる様でした。聞いててすごく面白く、お二人の話の盛り上がり様が素敵で長めの時間があっという間でした。羽生選手が新幹線で東京駅とか歩くのもだいぶ慣れてきました。ってところ面白かったです。プロになられ仕事が増えて東京の行き来も増えると思うので、今後羽生選手が東京駅、なんて、普通に会えるチャンスがあるんだ、とすごい嬉しい期待をしてしまった自分がいます。 W. 紅白でまた会えるなんて、ユーミンさんが羨ましすぎる。当日聞くことができなかったけど、こちらの皆様から教えていただき聞くことができました。どちらも打てば響くという言葉そのままに、会話が弾み、あっという間に終わってしまいました。羽生さんがオリンピックの時の思い、プロ転校への決心など、本音を語ってくれたのも、ユーミンさんの裏表ないさっぱりとした性格ゆえでしょうか。ラジオというのに、二人の表情が見えるようでした。素敵な時間を、ありがとう。 楽しいラジオでした。次は紅白、そしてクラシック TV での清塚さんとのツッコミ合い、楽しみにしてます。題名のない音楽会毎年恒例のフィギュアスケート特集、ぜひゲストにお願いします。ユーミンさんの目どこ見てるの。年齢差50。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。